はい、こんにちは、リオ松本です。花粉症で目がかゆいんだけど、今日は久しぶりに仮想通貨のお話なんですけども、ビットコインね、ビットコインがまあちょっと一時期よりも値が下がりまして、今127,000円、3月のね中旬から一気にガッてなって、今またちょっとこう来てるんですけど、今日はビットコインじゃなくてね、俺がビットコイン買った時に実はビットコイン以外にも投資していた仮想通貨が2個ありまして、1個がイーサリアム、もう1個がリップルっていうのがあって、その2つに投資してたんですよね。でまあイーサリアム、僕が投資した時、僕が買った時は1イーサリアムがだいたい1300円だったんですよ、2月とかかな。うん、ところが今イーサリアム、4月3日現在5200円なってます。1300円だったのが今5200円になってる、4倍くらいかな、4倍以上なってるんですね。でもう一個が、リップルなんですけど、リップルこれも僕が買った時はまだ1リップルが 0.6 円とかだったんですよ、0.6 円。これがなんと今5円まで上がってますね。4月3日現在5円まで上がってます。すごくないですか、8倍以上なってると。これね、なんでかって言ったら、ね、多分ね、予想ですけど、ビットコインのねがこう動きが激しくて、しかもこう下がったりしてたんで、結局分散投資でね、他のあの仮想通貨に投資しようっていう人たちが大勢いて、その流れが結局まあイーサリアムとかリップルに行ったんじゃないかなと、それで値上げしてんじゃないかなというふうに思います。結構ねいいんですよ。しかもね、イーサリアムとかリップルはまだビットコインに比べて買いやすいと思う。まだイーサリアムは1イーサリアムで5000円だからね、リップルなんか1リップで5円だから全然買えるじゃないですか。今すごい値上がりしてて、おすすめです。このね、一応僕はイーサリアムは10かな、10イーサリアム買ってて、リップルの方は12,000リップル持ってるんで、この2つでね、吸った溶かした、ハイブで溶かした分をどうにか取り返したいと思っております。まあね、もしね興味ある人は比較的買いやすいと思うんで、コインチェックの URL また説明欄の方貼っとくんで、よかったらそっから登録して買ってみてください。1000円とかでもね、全然リップル買えると思うからいいと思います。リップルとは何か、イーサリアムとは何かはググってください。ではまた。実はビットコイン以外にも投資していた仮想通貨が2個ありまして、1個がイーサリアム、もう1個がリップルっていうのがあって、その2つに投資してたんですよね。でまあイーサリアム、僕が投資した時、僕が買った時は1イーサリアムがだいたい1300円だったんですよ、2月とかかな。うん、ところが今イーサリアム、4月3日現在5200円なってます。1300円だったのが今5200円になってる、4倍くらいかな、4倍以上なってるんですね。でもう一個がリップルなんですけど、リップルこれも僕が買った時はまだ1リップルが 0.6 円とかだったんですよ、 0.6 円。これがなんと今5円まで上がってますね。4月3日現在5円まで上がってます。すごくないですか、8倍以上なってると。これね、なんでかって言ったら、ね、多分ね、予想ですけど、ビットコインのねがこう動きが激しくて、しかもこう下がったりしてたんで、結局分散投資でね、他の
仮想通貨に投資しようっていう人たちが大勢いて、その流れが結局、まあ、イーサリアムとかリップルに行ったんじゃないかなと。それで値上げしてんじゃないかなというふうに思います。結構ね、いいんですよ。しかもね、イーサリアムとかリップルはまだビットコインに比べて買いやすいと思う。まだ。イーサリアムは1イーサリアムで5000円だからね。リップルなんか1リップで5円だから、全然買えるじゃないですか。今すごい値上がりしてて。おすすめです。このね、一応僕はイーサリアムは10かな。10イーサリアム買ってて。リップルの方は1万2000リップル持ってるんで、この2つでね、吸った、溶かした、ハイブで溶かした分をどうにか取り返したいと思っております。まあね、もしね、興味ある人は比較的買いやすいと思うんで、コインチェックの URL また説明欄の方貼っとくんで、よかったらそっから登録して買ってみてください。1000円とかでもね、全然リップル買えると思うからいいと思います。リップルとは何か、イーサリアムとは何かはググってください。ではまた。